ブランド X さんでミニアルバムアンビバレントシンフォニーをご購入ありがとうございます。ありがとうございます。藤子トリスです。アルバムはもう聴いていただけたでしょうか。それともあれかな、みんな PV 先に見たりとかしたかな。見たかな、うん、聞いた。今回特典で PV をつけたんですけど見たかな、うん、今回はね日本某所日本某所とある場所の廃墟で PV 撮影に挑みましたが、どうだった？虫多かった、うん、あ、虫ね、すっげえ多かった。暑かった、暑かったね。あと夜は寒かった、うん、夜は寒かった凍えるかと思ったね、うん、今回でもなんかすごくかっこいいものができて自分たちはすごく満足しています今、うん、なんかね、ノートにはどうやら友達ができたみたいだけども、途中で切り捨てた。あの子はナオトの友達みたいですそこ要チェックね。あとね、その某所っていうところが結構な観光地で ね、外を歩けばおばあちゃんとかにあら何かしらみたいな顔で見られて名物並みにね、名物並みに。なのでちょっとコンビニエンスストアで近くに一軒あったので行ってみては、店員さんの反応を面白おかしく伺ってみました意外とみんな普通だった ね、ちょっとでもチラッと見ていらっしゃいませ、軽く二度見みたいなでもちょっとそれが面白かったねそこで立ち読みしてみた、立ち読みしてみた、このまんまでそう、廃墟で撮ったんだけども、うん、その廃墟がすごい穴がいっぱい開いてたんで何の穴かもわからないんだけど、うん、とりあえずこれはきっとエレベーターを作ろうとしていたんだなって思った穴があって、2階から上の階から覗き込んだらなんか水が、前日ね、前日台風、台風だったからその雨が溜まって落ちないけど落ちれないってすごく思ったんだよあの時は、ね、各部屋にもなんかどんな穴だったっけあれ、すごい大きいな、あってね、しかもまたそれも水も溜まってて、落ちたらこのぐらい、このぐらい、胸ぐらいあたりまで。なんかスタッフさんが一人作業中にちょっと落ちちゃったみたいで足をすごく怪我してたね、ハリワリもいっぱいね出てるし、出てる。そんな穴のある場所で5人の撮影シーンがあったんだけれども、ナオトと自分の間にドーンドーンとあって、ミコが何度かギリギリのところであとこのぐらいで落ちるみたいな危なかったね、危なかったちょっとそんなところもチェックしてみてほしいななんて思います。ぜひ探していただきたい、これもちょっと一つの楽しみになるかな、うんあと PV といえば今回は前回のバンガードという曲の PV も入れたんですけど、このバンガードはなんとあの今年の初めぐらいにねCD ショップで結構お貸してもらって無料で配布をしていたものなんですが、みんなからのもうないのとかあれは売らないのとかいう声がたくさんあって、そのご希望にお答えをいたしまして2曲目にはヴァンガードのその PV が入っています。こちらもね、うん、すごいこっちもかっこいい PV になってるのでチェックしてみてください。そんなね、ヴァンガードを撮った時のスタッフさんと同じスタッフさんで今回あのアルバムのレコーディングをしたんだけれども、とても楽しくできて、しかも皆さんこちらの自分たちのことをよく理解してくださっている方たちなので、スムーズにかっこいいものを作り上げることができました。アンビバレントシンフォニーもたくさん聴いてライブに遊びに来てください、うん11月22日には目黒鹿鳴館さんの方でワンマンライブもあります。アルバムの方で自由とは何か、拘束は何かを訴えかけたものをみんなで答えを探そうと思い、アンビバレントシンフォニーピースオブジアンサーというタイトルをつけました。その日にちょっとでもいいからみんなと一緒に自由や拘束の答えを知れたらいいなと思っています。そんでね、2010年年明け一発目、たくさんあるねライブがあるね、あるある。こちらも楽しみ。1月9日
イグの日、イグの日、イグの日この日にはなんと新年一発目のワンマンライブが渋谷ボックスさんで決定いたしました。楽しみ、楽しみだね。もうどんなライブにしようかなんて今から考えてて、うん、いろいろ秘密なことが多いんだけれども、いつもとは違ったライブにしたいななんて思っています。はいはい、皆さんどうぞ楽しみに待っていてください。まあ、その前に11月22日のワンマンライブ遊びに来てください。そんな感じだね。うん、じゃあたくさん聴いてライブ来てくださいね。以上、イグジストトレスでした。また会いましょう。